はい、どうも、白滝です。今回の動画は12月22日金曜日に大量の更新が来たので、更新情報について、で、新イベントかな？応援球団育成キャンペーンというものが来たので、これの解説。で、最後は俺の球場飯の解説もやっていこうかなと思います。まあ、今後もね、こういったプロスペースの動画、まあ、どんどんね、投稿していくので、まあ、ぜひともね、チャンネル登録と通知、まあ、そしてね、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ではね、早速、本編の方やっていきましょう。お知らせの方を見ていきましょう。クリスマススカウト開催、お一人様4回限り。S ランクが出たら自チーム選手確定。で、購入2回目、4回目、S ランク自チーム選手1人確定になっているんですけれども、無課金、美課金税は引く必要はありません。こちら、クリスマス4連スカウトも引く必要はありません。この後年末年始に OB シリーズが登場してきて、まあ、多分ロッテの落合さんあたり、まあ、強い選手がね、来ると思うので、そちらに向けてエナジー貯めていってください。ポジション追加はエース枠が追加。今話題のドジャース入団したオリックス山本由伸投手が今回追加されてきました。まあ、今年のね、プロスピースは結構異例でして、なんかね、過去にもね、話題だった選手が、まあ、その時ね、記事が出た瞬間15時にポジションで追加される。こういったことがね、過去、まあ、1回か2回、誰だったか忘れたんですけれども、まあ、1回か2回あったんですけれども、コナミさんなんか裏情報と合わせてるんかな？なんやろうね、ほんと今年は異例中の異例で、まあ、そういったね、話題の人が、まあ、同時に、ね、追加される、そういった、ね、こともありました。で、もう一つのガチャがジュニアトーナメントプレイヤー、まあ、純正向きの選手が多いので、このガチャもさやね、去年はなんか木澤選手だったかな、タイピンチ20丸で、まあ、かなり強かったんですけれども、まあ、今年さえね、強い選手がいるかって言われれば、まあ、ちょっと、まあ、いないと思います。これはね、あくまでもゲーム評価になるんですけれども、まあ、純正向きの選手が多いんじゃないのかなと。ポジション追加のガチャはドラフトスカウト、そして小森ドラフトも登場しています。エース枠と小森ドラフトは毎回ね、引く価値があるガチャと、まあ、説明しているんですけれども、まあ、今の時期のエース枠は引く価値はないかな。まあ、この後の年末年始福袋ガチャ、まあ、そういったね、豪華なガチャに向けてエナジー貯めていってください。ジュニアトーナメントも去年とね、同じ内容で来ています。でイベントは俺の球場飯で、新イベントが応援球団育成キャンペーン、で久しぶりに C ランク以上確定スカウト、 S ランクと A ランクが登場するかも。これね、 S ランク A ランクを狙うというよりかは B ランクがね、大量に獲得できて、まあ、育成すればね、ストック経験値に変換、また特訓の素材に使うことができるので、まあ、どっちかというと、まあ、B ランクをね、大量に獲得できる、まあ、嬉しいね、イベントにはなっています。更新に関しては、まあ、更新のね、解説に関しては以上になりまして、こちらですね、新イベント、応援球団育成キャンペーンのね、解説、やっていこうかなと思います。内容を見ていきましょう。12月23日土曜15時、明日より応援球団育成キャンペーン開催いたしますと。今回のキャンペーンでは、プレイヤーの選択した1球団が応援球団となります。応援球団の選手に以下の効果が適用。獲得経験値 1.2 倍。で、特訓の成功率 1.5 倍。消費コイン2分の1と、これはね、かなり嬉しい効果になるんですけれども、注意ポイントが1球団になります。例えば、阪神のね、球団は阪神をね、選んだとしたら、阪神の選手は 1.2 倍、特訓の成功率が 1.5 倍、消費コイン2分の1になるんですけれども、その他の球団は、こういった効果を得ることができません。いや、これ、まあ、どうなんやろうね。まあ、それやったら12球団にしてくださいよとね、なるんですけれども、まあ、今回はそのね、1球団のみが、そういったね、効果を得ることができる。まあ、これどうなんやろうね。まあ、今後多分ね、改善はされてくると思うんですけれども、まあ、今回は1球団のみと、まあ、そういったね、まあ、説明になっています。青文字で注意事項が書かれているんですけれども、これね、勘違いする方が多分多いと思います。応援球団はお気に入りチームと異なりますので注意していってください。こちら、まあ、イベント画面からね、選ぶことができるんですけれども、この、選んだ、球団とお気に入りの球団は全くもって別物になるので、これね、勘違いしないでください。お気に入り球団が中日だったとしても、中日の選手が、効果を得ることはないので、これね、必ず注意していってください。ここで選んだ球団のみが 1.2 倍、1.5 倍、消費コイン2分の1になります。これね、絶対に勘違いしないでください。
どこの球団を選ぶべきか解説もね、やっていきたいんですけれども、これはあなたの所持選手の状況によって変わってきます。まあ、つい最近のね、S ランクの、まあ、獲得状況を見ていきたいんですけれども、伊沢さん、則本さん、岩崎さん、山口さん、松本さん、岩貞さんと、まあ、自分はね、こういった獲得状況になっています。まあ、そうやね、阪神の選手が多いので、自分の場合だとね、阪神選んでいきたいんですけれども、もしね、まあ、吉田正尚さんを獲得して、まだね、育成できていない、吉田正尚さんを、まあ、極みにね、したいという方は、オリックスで選んでいってください。まあ、これはね、本当にあなたのね、まあ、育成したい選手がいる球団を、まあ、選んでいってもらうのが、まあ、一番ね、いい選択になっているんじゃないのかなと思います。まあ、ソフトバンクで、千賀さんを育成したいのであれば、まあ、ソフトバンクで選んでいってください。まあ、自分の場合だと、岩崎さんを育成したいので、阪神で選んでいこうかなと思います。実際に選んでいきたいんですけれども、応援球団としては阪神、これで OK、 この球団でよろしいですか。事前登録期間中は応援球団を変更することができますが、変更可能期間は12月22日金曜日の15時から12月23日土曓日の14時59分。なんとですね、イベントが開催されたら球団変更することができません。いや、これもね、注意ポイントになっています。まあ、後からね、変更しようと考えている方いると思うんですけれども、このね、変更可能期間でしか球団選ぶことができないので、まあ、これはね、早めに選んで、まあ、育成したいね、選手の球団選んでいってもらえればなと思います。 OK ボタン、これで、まあ、一応ね、変更はできるんですけれども、まあ、阪神のね、選手が育成しやすくなっています。新イベントの解説に関しては以上になりまして、何かね、わからないことがあればコメントでね、返信しているので書いていってもらえればなと思います。次に俺の球場飯の解説やっていきたいんですけれども、このイベント、まあ、簡単に説明すると、育成がね、できるイベントになっています。どうやって進むべきなのかも解説はね、やっていきたいんですけれども、まずは報酬から見ていきましょう。報酬は累計報酬と作った球場飯の種類報酬2種類あります。累計報酬の最後に S ランク契約書獲得することができるので、まあ、無課金美課金税に関しては、まあ、必ずね、イベントは完走していってください。で、作った球場飯の種類報酬では、まあ、エナジーとかね、特訓コーチ、また S ランク特訓コーチ獲得することができるので、こちらもね、必ずイベントは完走していってください。ここからはイベントの進め方について話していきたいんですけれども、まずはコラボ選手を選んでいってください。で、このイベントではコラボ成功で経験値アップ、コラボ大成功で特殊能力レベルまたは特訓レベルが1アップします。で、明日から応援球団育成キャンペーンが開催されるので、育成したい選手がいる場合は明日のね、応援球団育成キャンペーンで特訓 1.5倍、消費コイン2分の1になるので、特殊能力レベルを全て4、あるいは特訓レベルを9にしてからコラボ相手に選んでいってください。例えばですね、阪神の岩崎選手、まあ、自分はね、継承するので、まあ、マックスまでね、上げないんですけれども、継承がね、できない場合は特殊能力レベルを全て4、特訓レベルを9にすれば、まあ、コラボね、大成功した時に特殊能力が5、特訓がね、マックスになる可能性がある。その時のね、コインや試練アイテム、まあ、消費をね、抑えることができるので、まあ、こういった方法でね、必ずコラボ相手は選んでいってもらえればなと思います。応援球団の選手たちはそういったね、方法をやってほしいんですけれども、その他の選手たちに関してはコラボ成功で経験値がアップするので、まあ、経験値のために選んでいってください。まあ、自分の場合は吉田正尚さんかな、まだね、極みになっていないので、まあ、コラボ成功で、まあ、経験値がね、上がるように、まあ、やっていこうかなと思います。次に話していく内容が、球場飯を作る前に食材を手に入れないと飯をね、作ることができないので、試合の方をやっていってください。たまにね、特別な試合があるので、こちらね、必ず優先して試合をやっていってください。で、このイベントは自走車と、まあ、自動どちらもね、することができるんですけれども、必ず自走車でやっていってください。自走車と自動で食材数がかなり変わってくるので、無課金美課金税に関しては全ての試合自走車でやっていってください。で、オーダーについてもね、話していきたいんですけれども、まあ、このイベントね、スタミナ消費育成できるイベントになっているので、
S ランク、A ランク、B ランク、育成したい、育成オーダーでやっていってください。で、その時の注意点なんですけれども、ベンチに必ずホームラン打てる選手を選んでいって、入れていってください。まあ、代打でね、この高橋由伸さんを出してホームランを打てば、まあ、活躍ゲージのね、2個溜まる、時間短縮することもできるので、必ずベンチにはアーチスト、広角、まあ、アーチスト、ホームランを打てる選手を入れていってもらえればなと思います。試合をした後は球場飯をね作ってほしいんですけれども、シェフお任せで作る、あとは自分でね選択して料理をね作る方法があるんですけれども、無課金美課金税に関しては自分で作っていってください。レア度に応じて、まあ、作れるね料理のレア度も変わってくるので、まあ、必ずね組み合わせて、まあ、料理をね作る方法でやっていってもらえればなと思います。最後に食材の組み合わせについて話していきたいんですけれども、料理にもレア度があるので63種類すべて作っていってください。食材のね組み合わせなんですけれども、無課金美課金税でエナジー、食材を無駄にしたくないという方は星を揃えていってください。星1の食材を使うと星1のカレー 100% 作ることができます。星2、星3も同様 100% 作ることができるので、星をね揃えて料理していってください。時間短縮したいという方は星2、星1、必ずねレア度高いのが2個以上入るように料理していってもらえればなと思います。まあ、星に1個だと、まあ、30% の確率かな、まあ、あんまりねそんな確率も低いので、必ずレア度がね高いものを2個以上入れて料理すれば、星2の料理、まあ体感とすれば 60%70% ぐらいでね作ることができるので、まあ、時間短縮したいという方はそういった方法でやっていってください。食材を無駄にしたくない、エナジーの消費を抑えたい、無課金美課金税であれば必ずね星は揃えていってください。食材の集める数についても話していきたいんですけれども、きっちり無駄なく食材をね集めたいという方は左側の画像を見ていってください。主食ご飯であればレシピ数6あるので、星1のご飯を6個、星2のご飯を6個、星3のご飯を6個集めれば、まあ、これだけのねレシピ数をきっちり作ることができます。パンであれば5なので、星1のパンを5、星2のパンを5、星3のパンを5個集めれば、まあ、全てのね料理作ることができます。まあ、それのね数左側に書かれているので、まあ、きっちりね集めたいという方は、まあ、そのね数分集めてもらえれば、まあ、エナジーのね消費を抑えることができるので、まあ、きっちりしたいという方は、まあ、こちらの数分集めていってもらえればなと思います。まあ、イベントのね解説に関しては以上になりまして、まあ、何かねわからないことがあれば、まあ、コメントで返信しているので書いていってください。まあ、あとはねこちら食材を交換するという、まあ、機能があるんですけれども、まあ、これは使うときはほとんどねないので、まあ、これはね使う必要はありません。まあ、試合をして食材を集めて、まあ、球場飯を作る、これの繰り返しでイベントを進めることができるので、まあ、繰り返しでねやっていってください。今回の動画は12月22日金曜日に大量の更新が来たので、まあ、それぞれのねイベントを解説していきました。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、次回ね5万人目指して投稿しているので、チャンネル登録と、まあ、ぜひともね通知と、まあ、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ということでありがとうございました。